次に串田誠一君。はい、日本維新の会の串田誠一です。最後の質疑者となりました。今日は農水省のホームページからもダウンロードできるアニマルウェルフィアの考え方に対応した採卵鶏の使用管理指針、これは畜産技術協会が作っているものなんですけれども、これを中心に質問させていただきたいと思うんですが、ここでアニマルウェルフィアの定義ということで、国際的なガイドラインを策定勧告している OIE 国際獣疫事務局ですが、アニマルウェルフィアとは動物が生活および死亡する環境と関連する動物の身体的および心理的状態を言うという定義があります。そこで、これは通告は大臣にというふうに思っていて書いているんですけれども、ちょっと細かいのでどなたでも結構なんですが、心理的状態を言うというのを加えているというのはどういう趣旨と理解されているでしょうか。水田生産局長。お答えいたします。委員がご指摘いただきました、OIE の陸生動物衛生規約におけるアニマルウェルフェアに関する勧告でございますが、アニマルウェルフェアの定義で、動物の生活とその死に関わる環境と関連する動物の身体的、心的状態を言うと。で、動物は健康で快適で栄養豊かで本来の生態を発現できている場合であって、痛み、恐れ、苦痛等の不快な状態を経験したいときには、良好なウェルフェアの状態にあると定義をされております。で、これをですね、考える上で役立つ指針として示されるというものの中で、5つの自由というものがございますけれども、この中に、恐怖および苦悩からの自由といったものもございまして、この心的状態というものを表しているものといたしましては、こういったものがあるのではないかというふうに考えているところでございます。串田誠一君。はい、そこでですね、この農水省は、アニマルウェルフェアを推進するというか、大事にと思っているという答弁を前回も聞かせていただいたんですが、この5つの自由というのが今紹介されました。5つの自由というのはどれか1つが満たされたらいいのか、それとも5つの自由は全て満たされなければいけないのか、これはどのようにお考えでしょうか。野上農水大臣。アニマルウェルフェアにつきましてのその勧告、OIA の勧告につきましては、今お話しあったところでありますが、この5つの自由とはですね、アニマルウェルフェアを考える上での役立つ指針として、同勧告に示されているものでありまして、これらの自由の確保を目指して、これを実現することによって、良好なアニマルウェルフェアの状態を実現することが可能になると考えられております。で、このためこの5つの自由につきましては、そのすべてを実現する必要がありますが、良好なアニマルウェルフェアの状態を実現する上で、気候条件や使用条件により優先すべき事項が異なるため、それぞれの自由の実現の程度には濃淡があり、アニマルウェルフェアの状態の実現の内容には幅があると考えられております。串田誠一君。はい、今幅があるという答弁でございましたが、5つの自由はすべて満たされなければならないという前提で、今の答弁があったという理解でよろしいですか。水田生産局長。お答えいたします。今大臣からご答弁させていただいたとおりでございますけれども、5つの自由についてすべてを実現する必要があるわけでございますが、それぞれの自由の実現の程度に濃淡があるということでございますので、満たす、満たさないということではなくて、濃淡の幅がこうあるということでございます。津田誠一君。はい、5つの自由を満たす必要は、実現をする必要はあると、ただそれについて濃淡があるというご主張でございましたが、先ほど農水省のホームページの採卵鶏の使用管理指針というものの、この5つの自由の中で、例えばというところで、鳥の砂遊び、行動等は、アニマルウェルフィアを考える上で重要な要素であるが、
これら5つの事業を総合的に考慮し、快適性に配慮した家畜の飼料管理を行うことが重要であるということで、ちょっとこう曖昧な形になってしまっているんじゃないかと。5つの事業を総合的に考慮、砂遊びは必要だ、重要な要素であるがと言っていたんですけれども、最後はこう総合的に考慮しということでございまして、これがですね、元農水省の農水大臣の、事件もありまして、この砂遊びができるような状況というか、泊まり木とかそういったようなものを OIE が入れようとした時の問題として、注目を浴びているところでございますが、この総合的という表現で、本来の5つの自由をしっかりとこう当てはめようということがなくなってしまって、どんぶり勘定みたいになってしまっているというふうに感じるんですけれども、そういう懸念はありませんでしょうか。水田生産局長。お答えいたします。総合的に判断するというですね、ことではございますけれども、それぞれの5つの事業につきましては、それぞれ実現の程度に濃淡があるものの、すべて実現することが必要だというふうに考えておりますし、例えば、今回バタリーケージ買いとかですね、そういったものについて5つの事業、どういうふうに実現をしているのかということについて申し上げますとですね、苦痛とか、一番のですね、苦痛、障害、また疾病からの自由につきましては、例えば強い鳥が弱い鳥をつくなどの闘争本能をですね、バタリーの方が防止できると、あるいは個体ごとの健康状態の点検がたやすくできるとか、あるいは鳥と排泄物と分離することによって、寄生虫、病等の蔓延を防止すると、こういった点でですね、実現していると考えております。それから通常の行動様式を発現する自由につきましても、泊まり木や営巣の区域というものは、設置されていないものの、羽ばたきなどのですね、行動を抑制しているものではないという点でですね、一定程度実現しているものと考えているところでございます。それからアニマルウェルフェアにつきましては、施設のみならず、日頃の飼料管理を含めた、総合的な取り組みということでございますので、施設の点ではなくてですね、飼料管理の点で、例えば飢え、乾き、栄養不良からの自由につきましては、良質な餌や水を給与することで実現できますし、それから、恐怖および苦悩からの自由につきましては、鳥を丁寧に扱うということで実現できます。それから物理的熱の不快さからの自由につきましては、適切な換気によりまして、暑熱、あるいは寒冷対策、こういったものを実現することによって、実施することによって、実現可能なものというふうに考えているところでございます。岸田誠一君。いろいろと今、説明を受けたわけですが、最初にアニマルウェルフェアの定義の中で、心理的状態はなぜ入っているのかという質問をさせていただいたのは、まさに5つの自由の中には、恐怖や苦悩、不快から、あるいは苦痛、通常の行動様式を発言する自由、こういうその鶏自身の傷だとか、そういうその飢えだとか、そういうだけじゃなくて、その身動きできないバタリーケージのようなワイヤーの中に閉じ込められた状況というのの、この環境が5つの自由の多くの部分で満たされていないということで、EU はもう2012年に禁止、そして2025年にはもう全米にも広がっていこうという中で、日本だけがこれは5つの自由を満たしているんだと言い続けるというのは、やはりこのかなり難しい状況になりつつあるんじゃないかと、そういう流れにやはりその国もある程度こう舵取りを取っていかなければならないんじゃないかというふうに、私は指摘をさせていただきたいと思っているんですけれども、この飼料管理基準のですね、指針の中に次のようなことが書かれているんですが、8ページなんですけど、我が国の飼料方式は現時点では掲示方式が主流であること等から、本指針では構造及び使用スペースについては掲示方式を基本に記述するというふうになっていて、このアニマルウェルフェアの考え方に対応した管理指針というのが、そもそも現時点では掲示方式が主流であると。でバタリーケージというのはもう日本は 95% ぐらいバタリーケージなので、これを基準にすれば当然掲示方式になるわけですけど、世界はそもそもこう2025年はもう全米でも掲示フリーに
すべきだという動きが非常にこう広がってきているし、そして今度のオリンピックでもアスリートたちが、バタリーケージの卵は出さないでくれと、選挙村で出さないでくれというキャンペーンを、始めているという状況の中で、そもそも現時点の状況を前提にした日本独自のアニマルウェルフェアというのは考え方としておかしいんじゃないかと、世界的な意味で の OIE も含めまして、アニマルウェルフェアに合致しているかどうかということを前提にした上で指針というものを作るべきであるのに、現時点を前提にしたら一向に新しい改善というものが行われていかなくなるんではないかと思うんですけど、この点大臣いかがですか。こういうその指針のあり方、現時点を前提にしてアニマルウェルフェアを考えたら現時点を前提にして進むしかないと思うんですけれども、いかがでしょう。もしあれでしたら別の参考人でも結構ですが。水田生産局長。お答えいたします。今ご指摘いただきました畜産技術協会の使用管理指針でございます。我が国の使用方式は現時点では刑事方式が主流であることから、本指針では構造及び使用スペースについては刑事方式を基本に記述するとございますが、これはアニマルウェルフェアを推進する上でですね、刑事方式が基本であるという趣旨ではございませんでして、先ほど委員からもご指摘ありましたが、現時点では我が国において刑事方式が主流であるということから、この指針において刑事方式におけるアニマルウェルフェアについて多くの分類を記述しているとするということを述べたものでございます。別途エンリッチド刑事平飼いについても記述はしているところでございまして、こういったこの日本指針はあくまでアニマルウェルフェアを推進することを前提とした内容となっているというふうに考えているところでございます。それから世界の動きということでございますけれども、現在 OIE におきまして、本年5月の OIE 総会での採択に向けて、採卵権のアニマルウェルフェアに関する指針の検討が進められておりますけれども、採択に付される予定の指針案でございますが、泊まりや営村の区域の設置は推奨事項とされております。多様な使用形態が認められる内容となっておりまして、この世界全体がバタリーケージを認めない方向に進んでいるというものではないというふうに考えております。岸田誠一君。今ちょっと最後よく分からなかったので、 OIE はその泊まり木だとか、巣箱とかそういったものを推奨するということに変わりつつあるということなんでしょうか。前の場合は日本が非常にそこの部分を反対意見を言って、それを入れないようにしていたという報道がなされていますけれど、今度 OIE はそれを入れるような方向になっているという、そういう説明をされたんですか。今水田生産局長。お答えいたします。そういうことではございませんでして、OIE の、関係でございますが、現在の案では推奨事項とされておりますが、二次案では必須事項、義務的事項とされておったところでございます。泊まり木とか営村の区域、これが推奨事項という形になったということでございまして、必ずしも設置をする必要がない、望ましいものというふうに整理がされたということでございます。以上でございます。岸田誠一君。だからそういう記載にするように日本が一生懸命、したっていう報道されてますから、指摘をさせていただいているわけです。世界的な流れがどうであるかって、2012年にはもう EU は反対禁止になってるわけですし、2025年はケージフリーを宣言する全米の大企業が軒並み手を挙げているわけでございますので、それが世界中と言えないというんだったらそれはそれでいいですけれども、大きな流れが今起きているという認識はあるんでしょうか。それともこのままでバタリーケージでいいという認識なんですか。今の認識を聞かせてください。水田生産局長。お答え申し上げます。OIE の先ほど申し上げました二次案で、泊まり木とか営村の区域が義務的事項、必須事項になっているという案が示されたわけでございますが、これにつきましては、令和元年に開催されました87回の OIE 総会で、アメリカからもそのすべての使用形態が認められた一次案に戻すべきとの発言がございましたし、
コロンビアとかインドとかジンバブエなどからも、その二次案に対する懸念が示されているということでございまして、我が国以外にも二次案に対してですね、反対の意見を提出した国はあったというところでございます。私どもといたしましては、使用方式、さまざまな使用方式がある中で、さまざまな使用方式の多様性が認められるですね、案にしてもらい、にすべきであるという、こういう意見をですね、これまでも出してきているところでございまして、この考え方につきまして、今後ともこういう考え方で進めてまいりたいと考えております。串田誠一君。このまま、いろいろな国がケージフリーにどんどん進んでいく中で、日本だけが今のままでいいんだというようなことだと、それは畜産業界を保護しているということに私はならないんじゃないかと、一気にその要するに失格みたいに認定されてしまうと、輸出もできなくなるし、インバウンドの人たちも食べなくなってしまうんじゃないかと、それはやはり畜産業界に大きな打撃が一気に来るんではないかというのをいつも言わせていただいているわけでございますが、環境省と農水省は連携するというのも予算委員会でも答弁をしていただいたわけですが、その環境委員会の小泉環境大臣がバタリーケージは推奨しないというのを記者からの質問の時にも答弁されていましたが、大臣としてはこのような環境省の大臣の答弁というのはどのように受け止めていらっしゃるでしょうか。野上農水大臣。小泉大臣の答弁、ご答弁でありますが、バタリーケージには止まり木に止まったり、地面をつついたりといった鳥が本来備えている行動欲求を満たすことができないという課題があり、アニマルウェルフェアの行動発言の自由の観点からは、こういった飼い方が推奨されるものではないと考える。一方で鳥同士の闘争などについては平飼いより文字数が少ないという指摘もありますが、動物愛護を所管する環境省としては、あらゆる動物がアニマルウェルフェアという観点から考えて、少しでも望ましい形で飼育されるように変わっていくことが重要だと考えていると、発言をされていると承知をしております。で、このご答弁はですね、私がこれまで説明をしてきました、農林水産省の取り組みの方向性ですね、すなわち採卵系の各使用方式にはアニマルウェルフェアを実践する上でそれぞれメリットデメリットがあって、一概に比較することが難しい中で、国際機関である OIE のアニマルフェアの指針を踏まえて、生産者そして消費者の理解を得ながらアニマルウェルフェアの一層の普及に努めていくという、農林水産省の取り組みの方向性と異なるものではないと考えております。農林水産省としてもアニマルウェルフェアの一層の普及を進めるにあたってはですね、家畜が少しでも望ましい形で、飼育されるように専門家のご意見も伺いつつ、どのような技術的な対応が可能なのかも含めてですね、さらに検討を進めてまいりたいと考えております。串田誠一君。日本独自の評価というか基準というか尺度というのはきっとあるのかなとは思うんですけれど、この件に関しては世界動物保護協会が2020年の畜産部門では日本は最下位の G位という評価をされているわけでございます。これいう団体が評価をしたというのは、やはりこれはかなり大きな団体でございますので、しっかりとこれは受け止めていく必要があるだろうし、現実にその EU で2012年に禁止、もうはるか前に禁止されているものを日本で出していた場合、インバウンド、今回はオリンピックの選手ですけど、インバウンドの人たちが自分の国で禁止されているものが日本で出された場合どう思うかっていうのも、やはりそれはですね、日本の尺度というのは大事だというのは分かるんですが、世界的な状況というものもこう見渡していかないと業界の保護にならないんじゃないかと。ですからそういったような部分に関して、すぐに変えるというのはなかなか難しいと思いますけれど、長い視線でですね、例えば SDGs だと2030年ですけれども、そういった方向に向かって日本もその移行に関する設備投資に対する補助金を出していくような形で、日本がアニマルウェルフェアもしっかりとこう守っていくんだという方向性を示しながら補助をし、非常に軟着陸させていくってことが私必要だと思うんですけれど、大臣そういったような形でアニマルウェルフェア進めていただけないでしょうか。野上農水大臣。
先ほどからバッタリー刑事、あるいは刑事フリーのメリット、デメリット、それぞれあるという話は、ご議論をいただいてきたところでありますが、それぞれのメリット、デメリットにつきまして、一概にその科学的な優劣をつけるということは難しい中で、やはりアニマルウェルフェアは、飼料管理における総合的な取り組みである、また生産者による設備投資等の努力のみならず、畜産物の販売価格への影響という点も含めた消費者の理解も必要なことから、一律にゲージ買いを禁止するということではなくて、アニマルウェルフェアの取り組みを推進する重要性やメリットを示しつつ、生産者や消費者の理解を得ながら取り組みを拡大していくことが重要と考えています。で、このため、経営の整備に対する国の支援につきましても、生産者の方々が消費者のニーズを踏まえて生産方針を選択できるように、バッタリー刑事だけではなくて、エンリッチド刑事や多段式平飼い方式についてもすでに支援の対象としておりまして、特に強の総合支援交付金ですね、これにおきましては、アニマルウェルフェアの要素を含むギャップ等の認証を取得する場合には、加算ポイントを設け されやすくするなどの措置を講しております。こうしたことについても生産者の方々に積極的に周知をしてまいりたいと考えております。須田誠一君、はい、5つの自由を丁寧に当てはめながら進めていただきたいと思います。終わります。ありがとうございました。次に内閣提出、農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。これより趣旨の説明を聴取。